俺スペアよく食うけど、うん、重いもんこれ。なんで、うん、牛丼チェーン店が日本でこんなに入ってるか知ってる？え、なんで？知らん。はい、ということで皆さん開けました。すごくないよ。いやはい、バカね。まあバカね。ということでね、いや今日はですね、美味しくいただきません。え、いやいや、これはちゃんと全部食べます。わかった。うん、まあ余裕でしょ。楽勝だろ、ね、じゃあいただきましょう。はい、それでは手を合わせてください。いただきます。召し上がれ、ごちそうさま。じゃあまずはシンプルな牛丼からいきます。いただきます。どっちにしろ変わるから。まあこだわりが強いってことですね。うん、はい、いただいていきます。いやー、一味合うやろうな。いただきます。いただきます。うまいな。うん、うわ、うまっ。うん、俺好き派だけど、吉野家もうまい。うまいよね。うまい。うまい。豚丼食ってるよ。うまー。これが今、普通だと300円ぐらい。これ米多くね。波波なの。いくらなの。ウーバーはちょっと高いやん。うん、あ、そうなんだ。そうそう、ウーバーイーツだと牛丼並みが500円ぐらいです。皆さん、え、高いですよね。なので、多分ウーバーイーツとかをやったことない人とびっくりすると思う。ほら、美味しいよ。ちょっと吉野家美味しいね。美味しいよ。吉野家に入って言ってるよ。うん、俺はやっぱり松屋がいい。うん、俺どっちかっていうと我が家。言わせねえよ。いらんな最近。いらんな。今日から俺のバットはお前だけのもんだ。そういえばさ、うん、最近今日不祥事を起こした芸能人でさ、うん、YouTube めっちゃ来るね。ね、うん、みんな YouTube 来るよね。嬉しいけど悲しいっていうかさ、うん、ね、1個終わりました、俺。早い。うーん、1個です。それはじゃあ次はちょっと、あ、ね、豚塩丼を行ってみたいと思います。うん、豚塩丼ですね。うん、うまい。うまい。うん、いや、マジで豚塩丼早めに食ったらいいよ。うまい。美味しいうちに。ジャスティンはよく食べるんですか？吉野家。うん、よく言うよ、金ないけん。はい、吉野家食べてる。全員に謝れ。全員。で、先こちら行きたいと思います。豚丼。はい。ね、あの、吉野家の並盛りのご飯の量、どんぐらいってか、これさ、見てくれ。大盛り、これ。大盛り。めっちゃ多いな。何グラムぐらい入っとるんやろね。うん、吉野家はご飯ですよね。うん、波ですよね。うん、290。うわ、多い。結構多いよ。分からん。俺弁当屋とか分かるけど、普通が300で結構多い。普通小盛りがだいたい 200g とかだけに、そう考えると結構多いね。でしかもこの値段やから、普通少なくしてるってことね、こういう。そう、200円。食事中やさ。ああ、ごめんごめん。ちなみに、うん、牛丼チェーン店の4店舗あるじゃないですか。松屋、すき家、吉野家、中尾、まあ、中尾も入れて、うん、4店舗で吉野家が一番多いですぐらい。やっぱりな。もう誰が吉野家。さすが吉野家さん。俺すき家よく食うけど、うん、重いもんこれ。なんで、うん、牛丼チェーン店が日本でこんなに入ってるか知ってる？え、なんで？知らん。でも牛丼ってほんと庶民の味方だよね。うん、ほんと。すごいね、君たち。スッと食えるよね、2個くらいやったら。楽勝だよ。うん、せーの、せーの。俺が小食なのか、お前らがめっちゃ食うのか、どっちなの？どっちも？ギフトさん、小食だね。え、すごい。そんな、俺は感じたことないよ。だって米も食うやん、結構。あ、米は食うじゃん。だけど、じゃあお前らがおかしいのか。そうやね。てか、そもそも体重が違うもんね。うん、何キロ？俺67ぐらい。俺55。はい、どっけー。何キロ？62。60？ 67？ 67ぐらい。やば。52。10キロちゃうの、体重。52？ ガキやん、こいつ。ガキやん。体重で言ったら。うるやん、うる。ちょっと、せっかくやから、後ろのグリーンバッグうまく使おうかな。お、お、そうだね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと歴史が今、え、これ誰、これ俺最初にかけて寝かしてる。うん、一味寝込ましてる。ああ、これさ、
まあ明日食うよ。ん？そらさ、ほら、なんてことだ。ダメ。何分で食うとか言ってないし。ダメ。ベクトさんが何割？8。これ飲んだら復活するぜ。お。結構減ったろ。おい。どっちが言ってたんや。もう2個ね。でも俺ぶっちゃけ言うと今日撮影前俺ゴーゴーカレー食ってきたんだよ。いやマジで。でも俺もぶっちゃけ言うと、うん、撮影前、うん、ジロー食ってきた。わかるわ。まあぶっちゃけ言うと、うん、ナタデココいっぱい食ってきた。たまるやつ。分かる。どこで食ってきた。たまるんや。分かる。ナタデココ専門店どこ。ちょっとあれどこ行くの。新世界行ったわ。新世界。え、メガ食ったことある好き。メガってどんぐらいっけ。メガの上があったんやったっけ。キングじゃないですか。あ、キングか。俺メガは普通に食えた。メガがご飯320の肉255で、で合計、575。あ、メガって米320なの。少ないね。キングがご飯640の、まあいいや、肉510で、うわ、1.2kg ぐらいです。キロ多いか。まあぶっちゃけこれきっちり明日の朝ごはんでもいいよ。あーやばいやばい、言い始めた。なんかお前3つ目今もう4つ目これ言った。いやまだ3つ目や、嘘つくなよ。俺が4つ目。あ、びっくりした。でも言ったら3つ食えばだいたい米だけで 1kg 食ってるようなもんやからね。やばいぜ。米1キロって。なんか血糖値上がってんのがわかるもん。わかるよな。ね、もうダリーもん。全部。全部。もう、ホワンホワンする。で、じゃんけんで負けたらめっちゃでかいし。もういい、もういい、あれやろ。いいあれやろ。なんでそれ乗り切れ。あれじゃないと、あれじゃないと。あれ食えない。あれじゃないと食えん。最初はグー、じゃんけんぽい。よっしゃー。最初はグー、じゃんけんぽい。はい。はい、こうでしょ。うえー、裏切ったってた。うわ、マジすげえ。入んない、入んない。売り方入るだけ、入るだけ入れてきますね。入んない、入んないな、入んないな。おー、いったね。うん、まあ、それは合格ですわ。うん、なんかあれですね、こんなに食べてても、うん、まだその肉の甘みとか、おお、うん、わかる。言ったことないぜ。言ったことない。作ってくれた人の温かみとか。おー、結構時間経ってるから結構冷えてるよ。なんとかやりますか、やりませんか。やります。お、聞いてる、さっき。うそ。おー、聞いた。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。うえい。これ、この時、おい、大輝、いただきます。うわうわうわ、肉、全部取れたり。うわぁ、すごいな。もう涙。勝ちゃいいだけやから、言うたって。分かった。最初は勝っちゃうけ、おい。ちょっと、ぜ、めっちゃ嬉しい、これ。最初は勝っちゃうけ、おい。よし、ナイス、アレス。なんこれ、やらせ、やらせみたいに思われん。なんか順番的に。あいた。あいた。あいた。カホって入れるよ。うん、カホって入るやん。じゃあ俺ちょっと休憩してたから。うん。多分いける。カホカホって。うん。おお、言ってるなあ。意外と多いな、そして。見てるだけで気持ち悪いわ。4個食ったの。じゃあ、いや、これ3個。あ、3個。あんま食ってねえやん。はい、参考終わり。はい、やりますか、やりたい。やりますか、やりたいですか。やりますか、やりましたいか。やりますか、やめませんか。やりますか、やめませんか。やめません。やめません。欲しがってるやん。じゃあやめましょう。やめるんかい。え、じゃあこれはね、明日の朝ごはんでね、持って帰ろう、各自。
いやでも何個食った合計一応万個ひーふーみーよーヨーグルトはは何それ知らないよね知らない、まあ、ずい昔の CM っす1、2、サンマの尻尾、ゴリラの肋骨、ナッパー、ハッパー、ク9個か9個か9個かこんなに触れられんのやな渾身のボケが9個やな、ちゃんなる